こんにちは、えのき商店です。今日はスプリングバンク30年をご紹介いたします。いやー、すごいんがね、入ってきました。こちらのスプリングバンク30年は世界でわずか1400本の限定リリースとなっております。日本への、ね、入荷は120本ということでございます。でこちらのね、樽の構成がバーボン樽原酒が 85%、 シリー樽原酒が 15% 使用しているということです。スプリングバンクといえばですね、スプリングバンク蒸留所では3つの銘柄を生産しておりまして、まず1つ目がこちらのスプリングバンクで、2つ目がロングロー、3つ目がヘーゼルバーンとなっておりまして、それぞれね、ピートの炊き込み具合とか蒸留の回数が少しずつ違うんですね。でこちらのスプリングバンクは軽めにねピート炊き込んでおりまして、2回半の蒸留ということでございます。ではテイスティングノートをご紹介いたしましょう。はい、テイスティングノートが、香りは華やかなトロピカルフルーツの香りが広がり、徐々にバニラへと変化していきます。味わいはマーマレード、プルーン、シャーベット、アイス、ココナッツ、繊細なピートスモークとともにフルーツの味わいが広がり、フィニッシュに蜜ろう、ミントが加わりますということです。マッカランの30年とかになるとね、もうすごい色がすごく濃くなるんですけれども、結構ねライトな、バーボン樽が多いせいかライトな感じのね色合いとなっております。めっちゃレア。箱も開けましょうか。こちらスプリングバンク、これ、ね、上にカパって開けるタイプで、こういう作りになっております。すごいな。はい、ということで今回はスプリングバンク30年のご紹介でした。ご視聴どうもありがとうございました。